そう、なんかね、今日可愛いの着てるんですよ。あ、商品、これ紹介しようかな。まずこれね、ブルーです。ブルー、ブルー、リング、シルバーですね。これはね、前も1個前もつけてたかな、バイト。これはオーダーできます。オーダー制になります。こういうね、ちょっとね、こうかけた感じの、かけた感じのデザインがすごい可愛くて、これはブルー系のジェムが入ってるんですけど、あのブルー系のじゃなくてもできます。はい。で、これが PLWO オパール18系です。なんかね、小指にこういうの可愛いかなって思って。で、あとリーニリングですね。で、これがメモリア。で、これがスピアフロート。スピアフロートね、なんかこういうちょっとヌーディーな時にもすごい合う、引っかかった形になってます。傘みたいなね、ここに引っ掛けて、ここが穴が開いててピアスになってますね。で、そう、あとね、これ売り切れになったと思いますが、また入荷する予定ではあります。ただね、結構もうここにあるのも残り少なくなってるので、 LA から発送はするんですが、残り少ないです。なので、これはね、スネークチョーカーのオーストラリアンオパール。でもね、見えるかな、なんかね、これすごいオレンジに見えたり、パープルに見えたり、白に見えたり、可愛いんです。バスイヤーカフの再販、バスイヤーカフは作りますよ。なんか多分ね、今消費品切れになってるのがすごい多いと思うんですけど、本当に申し訳ないんですけど、作ります。今日ね、ちょっとね、またこれも作ってもらったんですけど、見えるかな、どうしよう、ここもうなんかスペースがなくなっちゃってる。こんな感じ。これね、実は背中にがリボンに、長いリボンにここからつながってなってて、で、ロングなんです。ロング、見えるかな、ロングで、足元はブーツ履いてます。お腹が大きいから、こういうワンピースみたいなのしか着れないんですけどね、可愛いですよね、これね。これもね、全部作ってもらいました。このメッシュの生地がすごい好きで、なんか夏にできないかな、何か作れないかなって思ってます。なんか同じ、全く、まあ同じでもいいし、違うタイプのものとか、そう、もう作ってもいいかなって思ってます。ちょっと待ってね、これがおかしくなっちゃった。そう、誰が作るんですかって来たんですけど、プレイの制服も作ってもらってる人で、その方は LA に住んでて、日本人の人で、昔サンローランで、今のデザイナーが変わっちゃったから違うんですけど、昔サンローランに行ったエディ・スリマンっていうデザイナーの人の、もうほんと右腕みたいな感じで働いてた人。すごいやっぱ日本人のね、技術ってすごいんだ。まあもう本当にその人はすごいんですけど、その人にお願いして、いつもなんか作ってもらってます。じゃないとね、本当に着るものがなくて、妊婦だから欲しいものがないんですよね。でもなんか、かといってマタニティウェアはそんなに可愛いのがなくて、なのでね、いつも作ってもらってます。はい。で、質問全部最後に行こうと思うんですけど、お皿がね、お皿っていうか、この石の置物が発売になります。で、まず前回と一緒なんですけど、前回のプールと一緒なんですけど、プールの時も上からランク順に売り出し始めたんですが、今回も2月28日木曜日っていうか、今日ですね、今日からの12時から、ウェブのランクが、
マリナデルレイ、ベニス、サンタモニカの方が購入できます。で、3月1日金曜日ですの12時からお昼の12時です。トパンガハモさんの方が購入できます。で、3月2日土曜日から一般になります。なのでぜひ、これね、ほんと少ないんです。実はすごく少ないので、でちょっとだけお見せします。こういうのと、これがね、小皿、これとこれは色味が違うので、こんな感じっていう感じではお選びできるんですけど、細かい模様は全部違うので、ちょっとね、何が届くかはお楽しみになるんですけど、そう、これかわいいんですよ。これがね、4000円になります。で、ちょっと一通り見せようかな。4500円のものが少し長いタイプ、超かわいい。これね、結構ね、でもうちでめっちゃ使ってますよ。うち4000、もうこのお皿ばっかりになっちゃってる。で、次5000円、さっきのよりも大きいお皿です。これは私はヨーグルトとかに使ってるお皿、こんな感じの色味。ただね、これ丸いものとかもあります。ここに白が入ってるけど、白の入り方が全然違ったりします。この中にね、プリュー入れたりしても可愛いですよ。全然小物とかね。でもさっきのが5000円で、5500円の中にこういうのもあるんです。これは本当にオーガニックっぽくて、本当にね、これはね、めっちゃ使います。可愛いですよね。これこそ小物入れても可愛そう。で、同じ5500円でこういうさっきのやつの大きいバージョン、この地層みたいなのも可愛いですよね。これ全部石、すごくないですか。だからもう本当に1点しかないんですよね。だからもうその時の出会いになります。出会いですね。で、次6500円がこれです。これも可愛い。何これって感じ。何この層みたいなね。これは結構割とね、入りますよね、何でもね。これが6500円のお皿になる。お皿、これもね、小物入れでもいいかも。で、あとね、シェルも可愛いんです。このね、ちっちゃいタイプが3500円。このパール感がすごい可愛くて、これはね、小物かな。やっぱりお皿今重たいですかって来たんですけど、お皿重た、まあ普通のお皿よりも重、なんかでも陶器と同じ感じ、同じぐらいだと思います。で、シェルはこんな感じ、大きいのが4500円です。はい、そういう感じになっております。だからさっきみたいな感じ、ウェブで全部なんていうの寸法とかは載ってるので、それを見てなんとなくイメージしていただいて、見ていただければと思います。今日から、順にランクの方が変えて、3月2日土曜日に一般に公開になります。そう、水洗いで洗剤も使って大丈夫です。ただ私は食洗機とかは入れてないです。食洗機はね、ちょっと怖くて入れられないかなって。でも結構普通のお皿と同じ感じかなです。あとね、アシスタントを私募集してたんですけど、東京の仕事の時に、でその時のアシスタントで結構問い合わせが来てたのが、1日だけでもいいですかっていう問い合わせが多かったんですけど、1日だけだとね、そう、次の時にまた一から説明しなきゃいけなくなっちゃったりとか、結構短時間なんですよ。だからすごい細かく連絡取るのが、私もそんな時間がないかなっていう感じだから、できたら全部来れる方がよくて、そういう方を優先させていただきます。で、ただ優先させていただくんですけど、まあ1日じゃなくて2日3日来れるとかでも応募していただけたら嬉しいなと思うんですけど、3月13日、これも全部後から書くんですけど、
3月13、14、17、20があの確実にアシスタントが今のところ欲しいところで、ただあのまだ今後分かりません。あの増えるかもしれないです。で3月13日は終日アシスタントが欲しくて、14日はだいたい11時から14時、17日も11時から14時15時で、20日が16時から21時夜なんですよね。なのでで1日さ、そうで荷物、だいたいその内容は荷物を運んだりとか、なんか妊婦だからあんまり重いものが運べなくて、そう運んだり、あと準備したり、あとモデルさんのケアとか、あとはこう、まあ、基本的にメイク私が全部やるんですけど、こうメイク落としたりとか、基本的なアシスタント業っていう感じになります。だから特に資格もいらないんですが、まあ、興味のある方、そういう仕事がやってみたいなっていう方がいいなって思います。はい、っていう感じかな。今日はお知らせはそんな感じなので、ちょっとね質問に答えたいと思います。今度質問だけコーナーやりますね。なんかそういう話もあって、髪伸びましたよね私ね、結構ね長くなった。ネックレスね気になりますよね。これどうだろう、多分今ないかなと思うんですけど、ちょっと見てみてください。今日もアイサンメイクしてますという方がいます。嬉しい。カラーチューナーねハマりますよね。なんかどういう肌に見せたいかっていうので結構変えると楽しくねやれると思います。パーティーメイクやります。ただ私流のパーティーメイクでいいかな。そんなになんかがっつりした色とかはあんまり好きじゃないからやらないんですよね基本的に。この前のゴールドもパーティーメイク使いますよ。キラキラしてるからなんか光で反射するし、でもこのシルバーとかも結構使える。真ん中だけとかだったらね。で目の周りのくすみとクマありで肌の色がまばら、くすみクマありで肌、どうだ、途中だな、途中のコメントがありましたね。紹介してくださったコスメ一通り買って楽しんでます嬉しい。ムーンのスキンスムーザー再入荷、スキンスムーザー、今日使おうと思ってたんだ、忘れてた。スキンスムーザーね置いてたんだそう、これね結構ね重要なとポジションにいますよね、スキンスムーザーってね。なんかほんとスッて見えるし、ちょっとハイライトっぽくもなるし、目の周りのくすみとくま周りで肌の色がまばらなんですが、カラチューナーおすすめの色、まあでもね使い分けてもいいかもしれない。例えばすごくくすみが気になるときはここは何色、ここは何色とか、赤みが気になるときは緑とか、そう結構ね使い分けてもいいかもしれない。ただすごい色がつくわけじゃないから、本当に隠したいとかだったらコンシーラーになっちゃうけど、そうほっぺが、言いましたね。ファンデは筆を使うとナチュラルな仕上がり、結構素肌っぽい仕上がりになります。お前にしたいのですが、おでこが狭めなので思った感じになりませんが、何かいい方法。もう本当にね これって言えないんですよね、その本人に会ってみないとっていう感じなので、そうまたね会える機会があると思うので、もしその時に来ていただければアドバイスさせていただきたいと思います。ムーのカラーチューナーのグリーンに出会い、長らく悩みだった赤み肌を落ち着かせることができました。いいですよね、よかったね。なんか肌の悩みが一個でも解決すると嬉しいですよね。妊娠中シミ増えましたね。そうこの前も言ったんですけど、謎の赤い、このニキビでもない何でもない、何も感じないけど赤いっていうものができたりしてます。クレンジング何使ってますか？クレンジングはモイスティーヌですね。もうクレンジングはずっとモイスティーヌです。アイさんは声が癒し効果があるようで、夜の授乳が終わってまだ寝れないなと思っていても、アイさんのインスタライブを見るとなぜかぐっすり眠りにつくことができます。すごくないですか？私
あの声はねめっちゃ褒められるんです。声だけは昔から褒められる。一回ね、あの東京で仕事してる時に声を失ったことがあって、もう全然全く出なくなっちゃって、その時はもうね1年ぐらいねずっとハスキーボイスでした。そう、でも最近はそんなに叫ぶこともなく、中学時代に自前の濃さのグラデが嫌で無造作に抜きまくってたら生えなくなりました。かえって均一に濃さにすることを覚えた大人になってからだ。あ、大効果。そうですよね。そう、若い時に結構やってると生えなくなるって言いますよね。あの私の時代は何、安室ちゃんが流行ってたから、もうこの辺ブワッてこういう眉が流行ってたんですよね。もうそうなるとこことかすっごいいらなかったから、私もすごい抜いてましたね。そう、抜いてたけど、でも今も生えてきたな。歯のホワイトニングのメーカーはどちら？アクアホワイト。でもね、あれ日本で売ってなかったです。そう、日本で売ってなかったらしい。申し訳ない。そう、ブラックね、ブラックいいですよ。結構ほら、なんかなんだろう、ヌーディーなこういう色のメイクに似合うかも。マスカラの捨て時、ガビガビになってきたらじゃないですか、ダマになりやすくなったら。アイシャドウや洗い流し、下まぶたについて黒くなります。あのね、リキッドだったらつきにくいかも。で、あとマスカラは本当相性があるから、目の形とかでも結構相性があるけど、私はこのメイベリンとさっきのトーンは相性いいですよ。あとトーンのマスカラも相性がいいです。落ちない。ベージュのアイライナーって、もう前にされましたか？引き方、ベージュのアイライナーって何だろう？何のベージュのアイライナーだろう？うん、1日の間でお肌は直しますか？ほとんど直さないです。唇かな？でも唇はそう直します。アディクションの前ブラシ使いやすいですよ。この平べったいやつね、超使いやすい。これね、しばらく使ってる。どうしても眉頭が濃くなってしまいがちです。眉頭ね、最後に描くといいです。こういう風に最初に描いて、こう最後にこうスッスッスッってこの角を使ってこうやって描いてます、私は。そう、初め太めのそうチークもね全然違うと思う。朝起きてお顔洗う時のぬるま湯ですか、冷水ですか、また洗顔を使いますか？洗顔使います。そのね、モイスティーヌ基本的に朝クレンジングもして洗顔もするんですよ。両方します。で、結構ぬるいぬるま湯でやってます、いつも。うん、でもうこすらない、もう泡とかもこうすくいながら、水とかもこうすくいながら、できるだけ刺激を与えないようにガーッとやらないようにしてます。ですね、大人ですよね今日ね。なんかマジックワンを持ってる方もいますね。ね、ぜひ使ってみてください。コスメキッチンの欠品、アイさんの影響だとスタッフさんがおっしゃってました。本当ですか？本当にすごい経済効果。本当ですか？嬉しい。それはなんかこう丸くなってる。嬉しい。イヴ・サンローラン23、私も持ってました。今日つくね、素敵な色ですよね。そう、だからなんか今日みたいな結構ヌーディーなメイクをするときは、もうお肌もちゃんとある程度ファンデーションもした方がいいのかなって思います。じゃないとなんか顔色悪く見えちゃうから、チークもちゃんとする。そう、唇に色があるときはあんまりそんなにしなくてもいいけど、やっぱね、シミとかもやっぱ顔色悪くてシミがあってみたいな気になってきちゃうと、そう嫌なので、できるだけお肌とか眉毛とかもちゃんと描くようにしてます、ヌーディーは。そう、あ、石の風鈴、これね、ここの写ってるやつね、これですね。こ
これねもうすぐですよ。今いろいろ長さとかも今日測ってくれてたのでもうすぐかな。うん、ツープッシュ、あ、さっきのかな、さっきツープッシュぐらいですか。何のこと、これかな。ワンプッシュで十分ですね。むしろ半プッシュぐらいかもしれない。ショートの人も同じオイル使います。オイルで服が汚れるのが気になります。あ、大丈夫ですよ。どうだろう、オイル気にならないかも。なんかジェルとかじゃないから、これはね結構サラッとしてるから大丈夫です。髪色マジですけど、嬉しいけど最近何もしてなくて、そろそろ入れなきゃなって思ってました。黄色くなってきたから。愛さんのインスタライブを見た後に近くの個室基地に行くとことごとくリーズケースます。でも仲間意識を感じて嬉しくもあり嬉しいですね本当に。私も行きたい。なんかちゃんと見てみたい。ムーンの新作は何を買いましたか。あのね、リップとかも、でもまだ手元にはないんですけどね、リップとかかな。ちょっとお楽しみに。私も使うのがすごい楽しみです。おでこ出すとケイトモス似てます。嬉しい、ケイトモス大好き。すっごい前に1回、言われたことがあるって言ったら失礼になっちゃうけど、すごい嬉しいです。ジェルは、あ、固まる系です。はい。で、全然妊婦さんに見えないです。私は太りすぎて階段で運動頑張るね。私なんか食べれないタイプなのかも。あんまり増えないけど、でもこの前検診に行った時にさすがなんかちょっと結構増えてたみたいで、あのこう緩やかなやつが急になんかトンって上がったみたいで、あのこのまま行かない方がいいよって言われました。そう、おでこが広く顔がでかいんですが、そういう髪型、あ、こういう髪型、あのね、送り毛とかちゃんと出してあげるといいかも。私もなんか全部こうガッてやりすぎるのはあんまり苦手なんですけど、そう、こういうのとか出してあげたり、ちょっとこう出してあげたりとかするといいと思います。何歳ぐらいから美容系の仕事に進もうと決めたんですか。17歳、高校2年生の時に決めました。美容師っていうよりもなんかそういうメイクとかもやりたくて、ただ免許があった方がいいのかなって思って美容師免許を取って、でどうしても入りたい美容室があったから、そこを受けたっていうか受けようと思って、もしそこに落ちたら美容師じゃなくて普通にメイクさんとかになりたいと思ってましたね。でもそこに受かったから美容師を12年間やってました、東京で。コーム後ろからやってみてください。これね結構あのジェルとかしてるとより、今日ピン何も使ってないんです。ジェルとあの短いここですよ、私の前髪ここなんだけど、ガッてやって先にねオイルつけなくてもいいかな。まあ馴染みを良くするために全体的にオイルつけて、ジェルガッてつけてサクッて刺しただけ。あとは細かい毛はスプレーです。中途半端な前髪の長さでも固まめちゃってもおかしくないですよ。だって私ここだから、ここが一番多分難しいと思う。仕事から帰ってライブ見るのですが、愛さんの癒し声で寝てしまいますすごいなんか声、私調べてもらおうかな、声が寝る効果って。それでね子供も寝てくれたらいいんですけど全然寝ないですよ。PLWO のリング再販、あれ一点物であるって言ってたんですけど売れちゃったかな、どうだろう。一点物であるらしいです。これはメモリアね、メモリア超人気です。これはねあのシンプルだし存在感もあるから。スピアフローとシルバーとゴールド迷ってます。どっちも可愛いです。どっちも可愛い。今日はなんかシルバーのメイクだったからシルバーにしたけど、ゴールドも好きです。赤ちゃん順調です。そう順調なんです、すっごい動いてます。インナーは何を着てるのですか。インナーはねいろいろ駆使してきてます。これベージュ見えないように、なんだろう、下はちょっと茶色っぽいパン
パンツ、スパッツみたいなやつとトップスもベージュっぽいやつ合わせてるんですけど、さっきあのアマゾンでこうやっぱセパレートされてるとお腹が苦しくてちょっと無理だから、もうだからワンピース型のこういうスリップみたいなやつをオーダーしました。これにこれ用に、はい、この生地ね意外と透けないんです。そしてちょっとほらでも透けてるの分かります？これぐらい、これぐらい、このインナーが透けて これぐらいしか透けないから、まあさすがにパンツ一丁だとちょっと難しいけど、あのちゃんと上にそういうスリップみたいなやつ着てたらいいと思いますよ。またねって割っても着れます。しかもねここね私見えないけど背中空いてるんです。結構後ろの方まで下の方まで、そうすると下に何もあの着てない方が可愛いと思う。今日はねちょっと寒かったから下に着ちゃった。そう、出産後でも着れる服は増えましたね。授乳あると、そうなんです、授乳があるからこれ着れなくなっちゃいますよね。わかる、授乳だともう本当にこうねベリっていけるやつじゃないと難しくなりますよね。だからワンピース系のものは、そう妊娠中に着てたワンピース系のものだいたい1年ぐらい着れなくなっちゃうから悲しい。お皿の強度はどんな感じでしょうか？普通のあの陶器と一緒です。だから落としたらもちろん割れます。だからうん、お茶碗と一緒ですね、はい。どんなたわしで洗ってますか？普通のあの食事 なんていうの普通のスポンジで洗ってます。はい、ね今ねあと1分47秒になっちゃったんです。本当にまた申し訳ない。ね今度もう質問、最初から最後まで質問を答えますコーナーを、土日どっちかでやりたいと思います。ただメイクと質問コーナーにしようかな今度は。なのですいません、質問とかたくさんいただいた方申し訳ないですが、私そうっていうのが、そうっていうのが口癖みたい、そう今出てきたです。はい、すいませんがまたやらせていただきます。でコスメとかも全部載せますね。で情報も全部載せますので、ではまた、ありがとうございました今日も。